己紹介しましょうか、はい、僕の名前が高倉亮で背が高いです。あ、よろしくお願いします。85ぐらいあるんですよ。そして相方は久保高政さん、もう図が高いです。誰に対しての図が高いか教えて。控えおろうじゃねえか。誰に対してか教えろっつってね。まあね、コロナ言うとりますけどね。そんなテンションじゃない。最近はね、江戸さん、はい、コロナは言ってますけど、うん、言うとりますけどねのテンションではない。あ、そうですかね、うん、またね、昨日もね、埼玉スーパーアリーナで6500人の入る K-1 イベントをね、開催されたんですよね。そうですね、うん、あの埼玉県知事大野さんがね、うん、中止要請出したんですよ。飛沫感染なんかもありますからって言ったんですけど、うん、K-1 側はもう最大の配慮をすると言って、こう決行したわけですね、うん、ね、あのウイルスが飛んで埼玉するから、2つの意味で感染は控えましょうっていうね。なんでそんなうまい感じで言ったの、うん、対してうまくはないだったんですよ。いや、そうは言ってないですよ、うん、あと、あの今日なんか東京都知事のね、小池百合子さん会見しまして、うん、ねえ、してましたよね。まあここ3週間以内にあのビッグシュートが、起きるかもしれないので、でそれでまあ、それをもう瀬戸際だから、それなったらもう東京は最悪ロックダウンするかもしれない、してしまうから、だから今はもうビッグ規模イベントは、ストップしようぜみたいなね。なんか後半ルー大島さんみたいになってましたけど、そんなんでしたっけ。ビッグ規模イベント、いや、ビッグ規模イベントとは言ってないですけど、大きな、ね、イベントはっていうね、なんかね、もう OK みたいな雰囲気出てますけど、まだ大変な状態ですからね。いや、めちゃくちゃ大変、うん、世界的に感染者数はやっぱ増えてますしね。増えてるね。あとやっぱり夏のスポーツのイベントもね、うん、もしかしたら延期するんじゃないかみたいな、うん、これは IOC も喋ったりとかしてますから今ね。でもね、家にいなきゃいけないのにね、ゲームはね、1日60分しかできないしね。それ香川県だろお前、うん、香川県の変な条例だよそれ、うん、60分しかできない。コロナの前から話題になってたよお前。桃鉄どうすんの、3年しかできない。何の心配してんの。いや、大会モードな、3年のモードある。その中で香川県もあるからね、止まんなきゃいけないよ。いやそれはどうすんの、うん、それは構わないよ別に。まあね、僕はね、一人暮らしだし、一人身だから全然大丈夫ですけど、ね、家族がいるからちょっとね、大変じゃないですかね。いや、大変だと思う、大変ですよ、うん、僕の心配もじゃ、やっぱり家族の心配にもなりますから、ね、うん、ちょっとね、これ奥さんとね、娘さんがいる人にね、一回聞いてみたかったんですよ。え、奥さんが好き、娘さんが好き、東出か俺は、うん、どっちが好き。いや、じゃあ、ハンさんが好きですか、カッタさん好きですかの質問だと。いや、どっちが好き。いや、じゃあどっちが好き。実際のところ、妻を傷つける結果になりますので、コメントは控えさせていただきたいと思います。ってことは娘さんが好き。そういうことじゃねえんだよお前。なんか学名受け取ったらそうやってなんだよ、みんなよ。みんなそうやって言うけどさ、子供じゃないんだからさ。じゃあ高倉さんが好きですか、奥さんが好きですか。高倉さんを傷つける結果になるんで、コメントは控えさせていただきたいと思います。クークーじゃねえんだ、なんだこのくだりよ。なんだこのくだり、ピエじゃねえ。明るい話題はないですか。明るい話題ね、先週ですよね、終わりましたね、ツイッターで騒がれてましたけどね。いや、すごかったですね、もう日に日にもう見る人が増えてきて、見ましたか、見た最後ね、なんだろう、わ、そうかって思ったけど ね、切なかったですよね。まあ切な、まあ哀愁も感じましたね、あれはね。完熟フレッシュレイラちゃんの高校お受験企画、何の話だよ。落ちちゃったんですよ。違う切なかったんですよ、ね、100日後に死ぬわに、ね、第一100日後に死ぬわに、ツイッターとかでこう4コマでやってて、うん、死ぬまであと何日みたいな、あれが話題になってたんだよ。いや、まさかの結末でしたね。いや、まあでも100日後どうなるかっていうのはもう大体みんな分かってたじゃない、うん、いや、まさかのですよ、うん、VTR 明けにこうね、お父さんの池田ゴナクレイジーが号泣して、レイラの話だろそれ。まさかですよ、完熟フレッシュのお受験の話どうでもいい、うん、なんでこんな泣くんだろうって、ね、知らないよそれ。100日後に死ぬわにの話、レイラちゃんもね、言えばよかったのね、生まれてくる家間違えたーっつってね、そういうネタな、うん、完熟フレッシュのね、言えばよかった。いや、言うわけないの、お父さん泣いてて、うん、娘が困惑するっていう、うん、一番平日の昼間見たくないやつなんだよ。いや、でもね、池田ゴナクレイジーもね、もうね、すごい思いでね、男で一つでね、育ててね、で感動してね、でも笑いながら応援しましょうとね、思って、池田ゴナクレイジーもちゃんとね、それでずっと泣かないでいたのに、でも関係は待って、池田ゴナクレイジー、池田ゴナクレイジーが言いたいだけなんだよ。なんだかわかんないけど響きいいなと思ってんだもん。うん、もう書籍化したらいいと思ってますあれ。別にいい、別に本にしなくたっていい、感動するんだ、ね、うん、100日後に泣く池田ゴナクレイジー、池田ゴナクレイジーの話か。うん、100日後なクレイジーでいいと思う。訳すなよ、何の話か分かんねえから、うん、池田後に泣くクレイジーでもいいと思うんだよ。本当のクレイジーだよ、うん、そんなやつ、うん、なんだ池田後って、何日後だ池田後っていうのよ、うん、それで書籍化の話で言えば、うん、
ば100日後に死ぬワニもね、うん、もうあの最終話が終わって、うん、もうすぐに書籍か映画かみたいな話が出てきて、ほら、ね、大手広告代理店がついてるんじゃないかみたいになって、ね、結構叩く人もいたんだよ。ねえ、ワニを叩くってね、これが本当のワニワニパニック。ボケを振る人間違えた。やめろよお前。お前が振ってきたんだ。はい、この親にしてこの子あり。いや違う、これも完熟フレッシュだ。やめてよ、完熟って親でも子でもないんだから俺らも。うん、というわけで今日の時事漫才この辺で終わりたいと思います。こんなふわっとした終わり方ねえ。こんなふわっとした終わり方ねえだろ。うん、まあコロナも漫才も落ち着かないと不安です。うまい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうなっているか。違う違う、ください。本当の編集部だ。はい、いたCMでございます。CMまた企画コーナーです。風に吹かれて髪が。